どうも、ハビデンスナークのハビデンスです。ウォーフレームソロソロ T10 キャンプレーンやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回ですね、メーサープライムを最初使っていきたいと思います。クリル君を打破せよ。防衛、強化された属性攻撃耐性。うざいですね。もうこのデバフ一番嫌いだわ。エネルギー減少より嫌いかもしれない。敵倒すのに時間かかるんでね。はい、あと救出ミッション近接ですね。マンチョマンで生きていける。さらにね、潜入火炎ということで、潜入の100レベルなんて、感謝に勝ったんだろう。あー、この戦いが終わったら、俺、ご飯を食べたいなって。はい、行きましょう。シューアーシュッシュッシュ、行きましょう。まあ今回メサでね、来たのはもう言わずもがなさっさと終わらせるという、それだけですね。最近ね、ソーティーミッションに対してね、なんか頑張ってこのビルドでなんとかやってみますみたいなのよりね、もう早く終わらせることに専念しちゃってるね。うん、まあ別にいいと思うんだけど、今の俺はそういう気分なんだろうね。今後はなんかこう、今後ね、また別の機会では、ちょっとこれ破壊するね、先に。うん、なんかビルド考えつつ、なんか今回は頑張ってみたいですっていう気分があるのかもしれないけど、今日はね、この後生放送も控えてるんで、さっさと終わらせたいっていう気持ちがめちゃくちゃ強いね。いや、水木金はそうかもしれない。生放送前にいつもこれ撮ってるから、2番目までやって、残りの3つ目は生放送が終わってから収録するみたいな、ちょっとそんな感じなので。やばい、硬いな、やっぱりやっぱり硬いな。ムカつくな、やっぱりそういうところがムカつくよ。属性攻撃耐性はヘビーガンナーとか結構敵倒すの時間かかりそう。あ、お前、俺のスピラをあげるよ。そう、スピラプライム持ってきております、今日。それをね、あいつらに授けたいと思います。まあ3番アビリティを放つの忘れないようにしようね。あとグレネード、そう、グレネードにさらされるとまずい。グレネードにさらされた瞬間、俺の致死量が増すと言っても過言じゃない。よし、オッケー。おいー、どんどん終わらせていく。なぜお前吹っ飛ぶ。あ、そうか、爆発ダメージが入ってるのか。なんかそんなこと書いてあったな。爆発ダメージが入ってるとかって書いてありましたね、確か。はい、ちょっとエネルギーがなくなってきた。エネルギーがなくなってきたから、こっちで戦おう。何持ってるっけ俺。そうそう、コリンスです。さっきまで使ってたね。コリンスを使わせて、コリンスを使わせて。まあ4番だけじゃなくてね、コリンスで至近距離から撃っても多分攻撃は食らってくれると思います。まあ、特に防衛対象に復活させるタイミングを気をつけたいね。結構囲まれるだろうから。待って待って待って。ちょっとこれだけはきちんと、3番だけはきちんと放っていきたい。3番なくしてメサの命なしだからね。どこなのあれは。だんだんムカついてきちゃう、お前に。死んでくれ。ありがとう。よし、まず第1ウェーブね。もう、飯食いて、早く。超腹減った。もうさ、自分の私生活の感情ダダ漏れって感じだよね。溜まってきたら4番使おう。敵が溜まってきたら4番使おう、見ましょう。これがあんま効かない気がすんな。属性攻撃耐性だから相手。うん、やっぱ効かないね。うん、まあ夢のまた夢、ありがとう。いてえ、爆発ダメージやべえ。そうそう、こんな感じで溜まってきたら一気に蹂躙していくと。まあ言ってね、3番放ってるんで大丈夫ですね。あんま溜まりすぎたら2番も放さなきゃダメだ、やっぱ。あぶねえ。あ、近接に回復できるやつ持ってくればよかった。近接の武器にね、体力を回復できるものを持ってくればよかった。まあエネルギーが十分あるときは4番メインでいっか。めんどくさいもんね、ちまちま戦うのもね。はい、オッケー。いや、メサやっぱりいいね、安定してるね、メサの戦い方はね。よし、ただ3番離すときちょっと動いてからがいいな、動きながらがいいな。蜂の巣になるのは絶対嫌だ。よし、オッケー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 。お前はコリンスで、オッケー。離れた単体の敵とかはコリンスで行こう。そう、やたらね、単体に対してメサでね、4番ばっか放ってるとね、やりたくなるんだけど、そう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 、1体の敵に対してとか4番放ってると、実はもったいないんだよね、あれね。そうそう、エネルギーを使いすぎるっていう。ただでさえ消費激しいのでね、あんま効率上げてないので、130% ぐらいかな。溜まってきたら2番で一気に相手の足を止めると。うわ、マジか、お前、今日喋んなよ、女。いや、女か男かもわからん、喋んないから。ちょっと待って、ちょっと待って、さすがに待って。どこ、ちなみにどこ、そこか。よし、いいよ。男か女かも教えてくれない防衛対象ですね。性別不詳ですね、今回は。今回の防衛対象は性別不詳。なるほど、いないもん。オッケー、よし。多くなって、お前生きてそうだな、なんか普通に隠れてそうだけど、そういうことではない。よし、オッケー、いいね、安定してるね、メサね。
さすがです。早い、しかもテンポが。うん、やっぱメサで正解でした。そう、リンボとかね、ウーコンとかいろいろ考えたんだけど、なんか動きが止まってるイコール俺から倒しに行かなきゃダメだよなと思って。そうそうそう、いつもね防衛対象で持っていくときそういう感じなんですけど、まあウーコンは別だけどウーコンは別だけど、またねなんかね防衛対象をね殲滅力に欠けてて、そう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 、自分でなんかこう敵を一気に倒しますみたいなアビリティじゃないから、ウーコンが、ウーコンのね全体的なアビリティが言って攻撃系って4番ぐらいしかないのかなって思うしね。そう、3番なんか使ってる暇ねえしなって、使わないだろっていう感じがするのでね。はい、まあこういう時はこんな感じでメサでね、急いでる時は殲滅系フレームが一番いいですね。ただちょっと手順間違えて死なないようにしなきゃ、だ死んだな、あいつが死んだな、逆に動かなきゃいいよ。うん、動いてるけど思いっきり、これ直してマジで、ご飯食べる時間が欲しい。これ3番切れてんのが一番怖いな。よし、あいい、行くぜ行くぜ、よし、メサいいね、オッケーオッケーオッケー。こう時間に合わせていろんなフレームを使い方を選べるのがウォーフレームのいいところ。急いでるときはメサで決まり。うわー、この野郎、生放送と飯を頼むぜ。うわ、またなんかてめえ、ほんと使えねえな、お前は。ほんとお前は使えないやつだよ。え、まあ投げ方は可愛いから許す、許してやろう。常に俺は上から目線だ。3しか聞いてませんけど大丈夫ですか。えいー、オッケー、潰れて、そろそろ、あ、まだか、まだ7ウェーブ目だからヘビーガンダーとか出てこないね。ちょっと大勢いるときはこれで、よし、いいね、気持ちいいね。エネルギーはじゃんじゃん回復していきましょう。まあ言ってね、ヘルスにダメージを受けてもエネルギーは回復するようになってるので、このメサはそういうビルドでね、ソロ仕様のビルドで来てるんでね、問題ないですね。軍船も強え。お、シールドか、シールドマンか。よし、よくやった、いい連携だったね。はいはい、オッケー。うわー、ハイエッカーが来たぞ。ハイエッカーマスターがどっかにいるぞ。硬い硬い硬いやつがいる、多分ハイエッカーマスターだ。あれはハイエッカーマスターに間違いない、俺は見たんだ、あの黄色い鱗を。なんかこう喋ってるシーンいっぱいあるけど、俺常に喋ってるけど、なんかカットになりそう。うん、いやカットしてるだろうな。いや何やってんのメサ、めちゃくちゃ炎の上でしたけど。またかよお前、ダウンしたんかい。ちょっと待ってね、殲滅するから先に。いや、そこにもおるのですね、オルドですね。よし、いいよ、やめてね。いやー、かわいいかわいいかわいいけどごめんね、殲滅させていただきますわ。ふっ、お前かわいいか、あ、殲滅、死んだんかい、死んだんかい。はい、よし、あとあいつだけ潰しましょう。1体に対して、あ、2体いたのね。よし、いい調子だ。最もいただきます。エネルギー、エネルギーが出てる。いや、ほんと3番のおかげですげえ硬くなってるわメサそう、俺的に順番が3番2番なんだよな。2番3番放ってっていうやつ、優先度は3番だねやっぱね。はい、いいね、いい、きいいね、今のダメージ超効いたな。お、すごい効くな、やっぱ物理のダメージなのかあれ、すごいな。いや、物理のダメージだよな、めちゃくちゃ強えな、やっぱりいいねコリンス。ちょっと実況動画では久々に使ってるけどコリンス自体を。いや今日は冷静だな、 UI いろいろ見れてるわ。昨日のね、マジでなんかぶり返すつもりはないんだけど、蒸し返すぞ、ぶり返す、蒸し返すつもりはないんだけど、昨日のマジでね、ウーコンのボイドはね本当にやばかった。もう UI のねその表示一個一個ちゃんと見れてなかったもん、本当に気づいたらやばいみたいな。特にヘルスね、ヘルスゲージなぜか上に目がいってないっていう。いや、なんてこった、こんなとこに俺を来させるなんて最低なやつだな防衛大将てめえは。よいしょ、あ、まだ3番生きてるね。いやこれね、オペレーターから戻った時に3番切れてるのが一番怖いんだよな。嘘でしょ、グレネードか、あぶねえ、ちょっとかすったわ。2番、よし、3番も放ち直したい。よし、ありがとう、はい、エネルギー出してくれたね。さあ、あざす。お、ヘビーガンダーじゃないですか、ヘビーガンダーじゃないですか、あざす。20分、あと20分前なんですけど、ご飯食べる時間マジであんのかなこれ。まだ5ウェーブか、半分しかやってない。しかも1ウェーブで10分かかってるということは、飯を10分で食わなきゃいけないということだね。いや、ちょっと待ってよ何の計算してんだって感じ。
はい。いや、死んだんかい。ちょっと俺の3番がもう一度放ち直すまで待ってくれ。もう一回放ち直すから待って、それまで。よし、OK。戻った時に切れてんのが一番怖いからね。今日は冷静だな、俺も。我ながら冷静だわ。うおー、OK！ ありがとう。よし、今日も元気だね、みんな。みんな敵さん元気じゃないですか。ありがとう、ありがとう。エネルギーが出てる。あれが欲しい。よし、OK。運戦いいけど、瞬発力がないな。敵を思ったより、サクサク殲滅できない。グレネードだ、危ねえ。 8？ 嘘だろ、ふざけんな。やっぱグレネードの火力が本当は半端ないわ。やばいやばい。いや、グレネードが半端ない。危ねえ、 QT 発動しちゃうわ、これ。いや、グレネードなぁ、ほんと怖いよなぁ。常に動き回んなきゃダメなの、やっぱり。広い範囲を。そうしないとグレネードにしてやられるわ。よし、OK。いや、まだいるのか。そんなにいるのか、まだ。結構殲滅したと思ったけど。あとどこ？俺の後ろ？あ、そいつか。し、まだ大丈夫。まだ大丈夫だね。まだ結構いるぞ。よし。やばいやばい。グレネードは怖い、マジで。よし、ちょっと避けよう。また死ぬかな、あいつ。また死んだらごめんって感じで。そのままダウンしててって感じがするわ。オッケー、なんとか乗り越えた。危なかったー。ヘルス回復する武器にしてくれやよかったな。吸収できないからな。困った困った困ったよ。開幕一番にこいつダウンするよね、やっぱね。なんとなく分かった。あー、やばい、こいつ。危ねえ、俺が壁になってるからまだいいけど、こいつ普通に歩きやがった。マジで D さん、あれ直さないの早く。こんなソーティーであんな歩かれてね。ゲームオーバーですって言われたらマジ切れるよ、本当に。俺の10分間返してくれってなるわ。あれは直した方がいい、マジで。てか不具合報告したんだけどな、俺。結構ガチめに、結構思いっきりちゃんと不具合報告書いたんだけどね。いや、うん、場合によってはこれ載せたいんだけど、うん、そんな載せるほどでもないかなと。関係ないね。うん、お前の不具合報告なんか知らねえよっつって英語で送ってこいって話なんだろうな、きっと。ごめんなさい、英語では送れません。いや、でも英語で送んないと多分対応してくれないね。はい、オッケー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 。はい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 。いや、これマジでほんと滑稽だよな。滑稽だし、すごいしっつって。いや、 YouTube のサムネイルにね、 GIF をほんと設定できるんだったらマジであれにしてるわ、俺。はい、オッケー。まだいるので、死ぬのね、お前も。お前も死ぬの好きな。あ、この壁際はまだ許せますね、でもね。やばいな、これ3番切れる気がする。危ねえ、あと7秒持ってくれたわ、ありがたい。ただね、エネルギーがないから3番が放てないんだ、このままじゃ。俺、やばい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 、死ぬ。危ねえ、危なかったー。まあ、ワンチャンワンチャンね、エネルギーあれしてヘルスにダメージ受けてエネルギー回復あるけど、それはさすがに捨て身すぎる、怖い。4番離しすぎましたね。ちょっと落ち着きましょう。あと言って3ウェーブなんでね、焦らなければ勝てる。エクシマスか、なるほどな。爆発ダメージ、ナイス。このノックダウンからの一気に蹂躙されるが一番まずいからね、爆発ダメージがついてるときはね。My Warframe Strong。 いやー、でもこれさえ乗り越えればあと簡単なやつばっかだ。あとは自分との戦いだからな。時間は関係ないし、いつやってもいいみたいな感じ。とにかくこれを早く終わらせておきたい。一番元気が奪われるミッションだからな。嘘でしょ、どっからグレネード投げてくんだ、アホか。またダウンしたんかよ、お前は。ダウン好きか。いてぇ、間に合わなくなるだろ、バカ。危ねえ。しかもお前ダウンしてんだ、それで。いや、メサが死にかけてるな。 QT 発動してるからあんま4番放てないな、これ。やっぱ2番放っていこう。よし、 OK、 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 OK。 あんま思いっきり2番を放てなくなってしまった。 OK、 よーし。2番じゃねえ、4番。4番をあんまり放てなくなったという話をしたかった。またダウンしたの、お前。元気すぎ、マジで。ありがとう。メサナイス、メサナイスだよ。し、うわ、待って、こいつ待って、こいつギリギリで復活 しなかった。もういい加減にしてくれよ、防衛隊長。で、3番を放ち直したいな。一回距離取ろう。あ、嘘、待って、エネルギーがない。あー、オッケーオッケー。
よし、またダウンね。ありがとうありがとう。オッケー、よし、エネルギーナイスー、アタック、似てる。よし、オッケー、エクシマスか、エクシマスがいるのかそこに。よし、あとどこ。オッケー、落ち着いた。あとワンウェーブぐらいかな、頑張ればいいのは。あとはもう好きに蹂躙して終わりかな。よかった。さあ頑張るよ、あとワンウェーブ。ご飯も待ってるからね。あのハイエッカーの炎攻撃と、なんだっけあれがまずいね、グレネード、うん、あれにさえ気をつければなんとかなるさ。撃ってメサ、たまに反応悪い時あんだよな。4番放ってすぐこの射撃ボタン押しても反応しないみたいな。危ねえ危ねえ、グレネードやばい。まあ言ってヘルスにダメージ与えてくれてもいいんだけど、俺のエネルギーが一気に回復するから。3番離しつつね、そう、それはあんまり連携が取れてないからね。3番を放ってる割にヘルスにダメージを受けて回復するはちょっとおかしいからね。ダウンしてるのは分かってんの、分かってんだけど、その辺の敵を潰しておきたいの先に。オッケー、よし、いいよ、今回復してやるよ、任せろ。傷口なら俺が塞いでやるよ、俺の宙でな。やっぱ20分ぐらいかかるね、想定通りですね。こういう想定ばっか当たるのはなんでなんだろうな、ふざけんなよ。うわ、待って、ちょっと待って、エナジャイン、エナジャイン、俺の名前はエナジャイン、よろしく。よーし、オッケー、強え、コリンス、マジで強いわ。ちょっと待って、3番を放ち直してからな、3番を放ち直してからだよ。うわー、待って、エネルギー足りる、これ。あ、足りるね、オッケー、オッケーオッケー、大丈夫よ大丈夫よ、防衛対象、心配はいらないさ、心配はいらないさ、かかってこいやー。オッケー、一気に潰す、数が多い時はこれで一気に。終わった、まだいんの、もう終わりでいいでしょう。終わったでしょ、よーし、ようやく終わりました。大変だった、結構グリニアの防衛戦はね、レベル50、60でも下手なフレームでいくとね、あっという間に溶けてしまうので、なかなか大変ですね。はい、それじゃあね、一旦ここで俺は区切るのかな。うん、時間も時間なんでね。まあ2番3番目はね、まあもちろん動画はね、繋がってますので、いきやっせ。耳のお掃除したいならライドにお任せ、いきやっしょー。近接のみシグマ&アクタルス持ってきましょう。さあライノ、もうね、敵の攻撃を防ぎのでいきましょうね。やばい、スコーチにやられたら一気に持ってかれる。よし、じゃあ邪魔邪魔しいか。オッケーオッケーオッケー、どんどん行きましょう。やばい、ノックスとかに気をつけましょうね。ノックスとかノックスとかノックスとかに。いや、硬えな、レベル60はさすがに。でもなんかシグマ&オクタンス育成中なんだけど、結構効いてるな、いいですね。うわぁ、アークトラップはないわ。よいしょ、動きが速すぎてコントロールできない、やべえめちゃくちゃ速い。オッケーオッケー、救出対象のところまでサクサク行っちゃいましょう。救出ミッションに気をつけて、なんちゅう飛び方だ、ボヨーンつって、はい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 、またアクトラップか、結局壊せないから嫌だな。なんかこうスラムアタックちゃんと下に向けないでやってくんないし、今スタンスの問題でちょっとね、飛んだだけだとこう縦飛ばしちゃうんだな。まあすぐそこだね。よし、着いた、行くぜ偉いの。どこだ、どこ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 、下ですね。よいしょ、オッケー、さーっと入ってって、中にも敵がいそうだけど、オペレーターに頼んじゃいましょう。ここは近いとこから、よし、オッケー、まずはオッケー。ただね、あの逃げるときにマジで気をつけなきゃいけないやつ、これ。うん、マジか、オッケー、じゃあ上行ってみますか、上見てみますか。あい、あい、あい、あーやばい、よし、いるかな、いた、見つけた見つけた、オッケーオッケー、ここよっつってね、ありがとうありがとう、場所は分かってたよ。さあ救出対象、一気に、うわー、なんかいた、なんかいたわ。よし、張り直し、行くよ救出対象。ごめんな、武器は持ってねえんだ、お前のための武器なんか、そんなもんは持ってきてねえんだ、悪いな、忘れてくれ、俺がお前に武器持たせようと思ってた武器なんか、そんな存在は忘れてくれたまえ、ありがとう。あそこさえちょっと乗り越えれば少しは楽かな。うん、よし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 、道順を追っていって、なんちゅう入り組んだところだって。これグリニアはどうやって移動してんだろうな、実際上まで。なんかエレベーターとか使うのかな。あ、全然敵いなくね、
いいね、これ。アークトラップも全然効かないし。俺の硬質感を破ってみれるもんならやってみなよ。ノックスとかもいないね、ヘビーガンナーとかも。おー、すごく綺麗に行きましたね。最後にすごいドサッといるとかはない。オッケー、余裕だった。さっきの防衛戦に比べたらめちゃくちゃ簡単だったわ、ここ。まあ、ほとんど突破してるからっていうのもあるんだけどね。さあ、次行きましょう、次。とにかく潜入なら、私に任せときな。アイバラ、アイバラ、アイバラ、アイバラ。火炎ね。これが邪魔くさいですね、この火炎が。なんでアルティミス放った？そう。で、一瞬にしてやられそうなんでね。気をつけていきましょう。本当に、ナガンタが持ってきております、今日は。ナガンタカン、ナガンタカン、ナガンタカーン。ナガンタカ強いね。持ってきております。めちゃめちゃ刺さってるじゃないですか。切断ダメージが本当にすごい、これ。1000ぐらいは、1000近く持ってる。900かな ?1000 はもう言い過ぎだけど、900ぐらいあるんで、1000近くって感じですね。1000近くあるんで、相当使いやすいですね。ナガンタか。ナガンタか。でもね、ただ精密射撃が大事な武器だからね。いや、これすごいよね、ナガンタか。やばいやばい、何やってんの俺。おい、危ねえ危ねえ。ナガンタか。ナガンタか。強っ。めっちゃ強い。切断ダメージで死んじゃうよね、ミリ単位で残ったとしても。オッケーオッケー、任せて。ナガンタカの射撃速度。オッケー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 。一気に射撃。ほら、切断で死んでいくみんな。おいでで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 、気をつけて。エネルギー出して、エネルギー稼ぎのために戦ってんだから。はい、切断がいい感じで効くはず。あんま切断効かねえ時には効かないのかな。おお、すごいすごいすごい。しゅ、おお、エネルギーを出してよ。違う違う違う、この戦ってる意味はあんたたちのエネルギーが目的なんだから。頼むよ。いや、ナガンタがいいですね。ちょっとあんまり最近使ってなかったんですけど。新武器なんでね。一応。あー、いてて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 。そういうことは相原ちゃんにはしないのよ。オッケー。まあ、ここまで。これ簡単だね。これすごい簡単なんだよね。よし、オッケー。行くよー。敵いないよね。行った。いつも通りであれば。よいしょー。この辺炎ない？ないならオッケー。あ、ある場合もあるんだ。はーん。ここはね、もう抜け道さえ知ってれば余裕ですね。てかね、コモパスのね、潜入ミッションよりね、グリニアのやつの方がいくらか簡単なんだよね。そう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 。たまにこの窓のこっちからなんかカメラに見られたりするけど、まあ本当もあれなんでね、あんま気にする必要はないね。あとは帰り道気をつけないとね。うわ、危ねえ。火炎マジやばいな、これ。火炎怖いわ。はい、ナガンタか。すげえすげえすげえ。このエリートランサーぐらいだったらナガンタかで溶けていきますね、どんどん。警報鳴らされたくなーい。すごいすごいすごい。ヘビーガンナーにもやってみよう。めっちゃ震えてるじゃないですか。あ、すげえ、ほら。ほら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 。レベル80台があんな簡単に溶けていく。いいですね、ナガンタか。この、なんつうの、アイバラとかロキとか、姿を消せるフレームにとってみたら、すごく使いやすいのかもね。結構、ハイスピードで動いてる時って、この精密射撃が結構ネックだったりするんだけど、ウォーフレームって。それをね、落ち着いて狙える環境下にあるっていうのは、一ついいかもしれないですね。おー、改めてちょっと、ナガンタカの新しい使い方を俺も学んだよ。敵がいないのであればね、普通に回復していくんだけど、エネルギーも。ちょ、出して、エネルギー、マジで。エネルギーを出して、マジで。ちょ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 、盗めないかな。エネルギーを盗みたい。ちょっと、俺が攻撃したら避けんのやめよう。そういうの。そういうのやめよう。エネルギーを出そうよ。よし、そのままやられてくれ。ごそごそ減っていくわ。よしよし、ついたかな。まだついてないの？エネルギー切れちゃうよ。エネルギーが切れちゃうよ。ちょっと、頼む。エネルギーを出そう。エネルギーを出そうと思って、よし、来た。エネルギーを出そうとこう戦うのがいいのか、それともさっさと行くのがいいのかって結構際どいとこですね、これ。まあここもね、敵はいないんで、裏道通ってっちゃいましょう。裏道さえ通ってけばね、エネルギーを回復するタイミングにもなる。よいしょ。よいしょ、オッケー。さあ、あとは落ち着いてね、エネルギー回復しつつ、ああ、こういう時間があるとね、潜入もやりやすくなりますね。はい、はい。はい、はい、行きやすせー。行きやすせー。ちょ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 。はい。よし。他も、うわ、何こんなとこに炎あんの？ムカつくわ。あんなとこに炎とか何気すぎでしょ。
潜入の炎って実況動画でやるのは初めてだね、今思ったら。よし、オッケー、オクタノスもレベルが上がっていくよ。こう外行ったら敵がいるパターンはなし。マジか、危ねえ、バルカ持ってるあいつ。バリスタ系はやばい、バリスタ系はマジでやばい。なんでバレてんの俺。そんなことない、そう、やられよそのまま。よしよしよし、これに当たったやつはみんな死んでいくと言っても過言じゃないね、切断ダメージで。いいね、なんとか楽しいね。そう、ロキと違って効果時間がないのはいいよね。ちょっと動きは遅くなっちゃうけど、自分で解くか効果時間が切れるかエネルギーが切れるかのどっちかだから、消えようと思ってればずーっと消えてられるっていうのがね、相原のこの3番の嬉しいところですね。よしよし、敵がいないならいいけど、バレットジャンプも一応できんだけどね、スライディングが出ちゃうんじゃないかっていう恐怖感がねちょっとある、あってローリングに勤しんでるね。よし、オッケー。そう、バレットジャンプ許してくれてんのは優しいよねこれね。ほらこうやってね、ちょっとミスるとすぐ出ちゃう。やめて。よし、もう着いたかなこれ。あ、すぐそこですね。あとは脱出の時に気をつければいいね。相原潜入に強し、強しくーん、ありがとう、お土産もらったよ。よし、いいぞ。どこ？あ、これか。よかった、これで。相原でよかったわ。正面切ってでもいけんじゃねえかっていうレベル。今日正面切って行ってみましょうか、久々に。普段こんなことできないけどね。ただカメラにヒットしたら多分見つかる。プワープワーって。何かに当たりました。よし、いいよ。カメラからなんか盗めんのこれ。うん、そんな勇気がないな俺に。エネルギーが出た、いいね、オッケー。今日は上から来ずに、うわ、上行こうと思うとな、間違ってスライディングが出ちゃってね、レーザーに当たっちゃうとちょっと厄介だもんね。ここ特にね、カウントダウン始まってからだと拾いにくいステージというか潜入の場所だからね。オッケー、誰にも見つからずに帰れそうだね、あいっぱら。今回のやつはなんか最初の方はバカバカ戦ってたけど、全体的に見たら消滅系のソーティーではなかったね。こういうなんか物をダッシュしつつ、一つの物を守りつつ戦いましょうねみたいな。ただ救出と潜入に関しては本当に戦うメリットがどこにもないからな。本当に隠密ステージだもんね、ステージ自体が。これ敵がリスポーンされていないだけでは帰れるんじゃない？このまんま。炎ダメージもそんなに大ダメージってわけじゃないし、炎当たった瞬間シールドなくなりますみたいだったら本当に最悪だけどね。オッケー、今回のね、やつは、ちょっとなんか、難しめから軽めになってったね。マジで昨日、アナサー、明日も手に入れたら置きましょうねみたいなこと言ったら本当に手に入ったわ。アナサ戦艦、アナサをどんどん作っていきましょう。どうも、アイバルです。なんかカメラのアングルがおかしくなっちゃいました。どうも。なんか、こんな画面でお辞儀もしちゃいまーす。持った画面を開く。う、他に何もできない。挨拶はできるのに。隠れまーす、アイバラ。出てきまーす、アイバラ。あ、うほ、あ、うほ、あ、腰振りダンス。ちょっと色っぽく見えたわ。ありがとうございまーす。オッケー。何やってんの？なんでベニト君を急に撫で始めたの？はい、治った？治らねえんかい。ちょっと待って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 、マジでこれ治ってくんなきゃ何もできない。アーセナルは行った？あ、行けますね、治った。よーし、モッド画面がおかしかったらしいですね。え、今度モッド画面にアクセスできなくなりました。てかいろいろボタンが効かないんだが、こう走、あ、走れた、ストライディングできた。 OK、 モッド画面なぜ行けないの？なんでモッド画面に行けないんだよ。僕に任せてくれ、オペレーターならモッド画面にアクセスできると思う。任せてくれ相原。うん、できなかった、ごめん。なぜかモッド画面だけにアクセスできないっていうのが発生してますね。まあじゃあまあアナウンサーはなんか適当に置いておきます。こんなん初めてだわ、ソーティーやってて。ずっとなんてこったい、なんてこったい。本当にほらモッド画面四角って出ないの。やばいね。まあそんな感じで今回ね、ソーティーミッション完全にクリアしました。お、びっくりした、ビビった、お前かよ。どこ？ヘイク、ヘイク、いた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 、びっくりした、急に出てくんなよ。
お前のせいか、モッド画面に行けないの。ちょっと今、びっくりしちゃったよ、本当に。はい。まあ、こんな感じでね。ちょ、ごめんね、クリル君。全部クリアしました。まあ、アナさんも出てくれたしね。ハローさんはどっか行っちゃったけど、まあ、モッド画面に入れないっていう感じでね、落としどころつけたいと思います。落としどころなのかって感じだけど。はい、また次回のソーティーもやっていきたいと思います。お送りしたのはハビデンスダークのハビデンスでした。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら、さよなら。何してんの？本当にさ、もう、今日のモーフレームやばいっすね。そのまんまで、マジか。面白すぎるだろ。いや、楽しいね。めっちゃ動いてるじゃないですかって感じ。なるほど。お疲れ様です。はい、さよなら。